どうも、ブス島です。ファイヤーファイター FD18 実況プレイ。続きをやっていきたいと思います。前回ステージをクリアして、新しいステージって感じになりました。ああ、また悪党がなんかやってますね。銃持ってる。銃か、あれ。ほほう。違法性が。今回の火災の原因関係を疑う声も聞かされています。なるほど。悪党何やってんだ、寝てんのかこれ。なんかうわー、こっちもうわー、なんか悪夢見てたんかこれは。例のハードのおかげで俺を殺す計画に事前に知ってた、なんたらかんたらみたいなね。カチャカチャカチャっと。マーフィーが死んだのは当然として、なんかね、ヘッドホンが落ちてくるんですよ、今。ガサガサやってましたけど。なんだこの記事は。どうしてハードのことを。おー、切れた。うわー、危ねえやつだな、こいつ。怖っ。いや、こんなやつ近くにいたらやだな。よーし。お、あ、パーティーですね、パーティー。おうほうほう。SP もなんかいるしな。なんか、アメリカのパーティーですね、パーティー。今度の現場はこれか？じゃあ、やだな。なんかこれ、こういう、これなんだろう、普通のどっかのホテルかなんかの会場なのかな、これ。立食パーティーですよ。いやー、ブス島も何回か立食には行きましたけどね、まあ、落ち着いて食えないか、あんま好きではないですね。それだったら、なんか、なんだろう、森の中で野営の方が落ち着きますね。ここで皆さんに。パーティーの主役をご紹介したいと思います。トンネル事故での命の恩人、ブス島ではないですね。あ、いつもマスクしてたから。あ、船なんだ、豪華客船。なんかセプテントリオン思い出すな、スーファミのソフトの。へえ。またローディングと。すごいじゃないか、デーン。あ、ブス島って言わなきゃダメだね、ここ。こんな大きなパーティーの主品なんて。用意してくれ。どうせ資金集めのパーティーさ。それに俺は。俺はここにいる資格はない。彼を、マーフィー氏を助けられなかった。ああ、そうですね。死んじゃいましたからね。あんな近くにいたの。選手交代だな。なんか。アメリカンジョーセクシー。We the firemen of this city are big fans of yours. Especially. いいじゃないですか。なんかなかなかね、背中ガバッと開いてセクシーな感じで。え？これ。Hi. あの記者か。I'm actually here on assignment. They told us to be conspicuous about it. やっぱ視線はこうなるんですね。あ、赤い靴の方か。なるほど。なんかオープニングもそういえば赤い靴ありましたね。好きなの赤、情熱の赤ですもん。炎の色。嫌なやつだな、結構。変な意味取らないよ。私が好きなのは赤で。赤の色とか、そういうことでは。私はね、赤がね、あまり実は好きではないのですよ。まあ、ちょっとね、こういうことを言うとあれですから言いませんけど、まあ、察していただけるとあれですね。レポーターとしての。え、もちろんよ。生きていれば。いやー。そういうことが、なんかサンドウィッチマンのコント思い出すな、これ。生きていれば。あれ、笑いましたけどね。タクシーのやつだったかな。結局、死んでも何でもないっていう。
あれでしたけど。Around the restaurant. My parents were trying to get her to stop, but she wouldn't. Ah, 誕生日ね。 She was excited about the red shoes that she had just gotten as a present. The fire broke out at the hotel. そのホテルで、ああ、なるほど、妹さん。うん。いや、これでこういうので一般人巻き込まれるたまったもんじゃねえだろうな、これ。本当悪党だな、そういうのは。なるほどね。そりゃトラウマにもなるわ。最後に見たのは俺に駆け寄ろうとする妹の姿だ。でも手を取ることはできなかった、そして妹は今も行方不明だ。赤い靴だけを残して、うわきついね、それも。俺は炎が憎い。家族と妹を引き離した赤い炎が。しかし俺は信じている。妹は生きていると。いや、生きてほしいですね。確かにね。いや、なかなかねえ、きつい過去を持ってますね、主人公。You can't do this to yourself about Mr. Murphy. If you had rescued him, you would have died. And if you die, you'll never see your sister again. このレポート優しいじゃないですか、なかなか。Look, you have to take good care of yourself. なんか一番最初トンネルの時を見たらクソかなと思ったらなかなかいいじゃないですか、そうそう、放火だけはねダメですよ。ほう、実はおおおお、まさか会場の裏手が出火だ。乗客を選手部分に避難させてくれ。誘導頼んだぞ。ダメよ、もう待ちましょう。逃げ遅れた人がいるかも。ああ、さすがプロ。さあ、消防士ブス島、ここでも活躍できるかな。いや、できるかなじゃん、するんですよ。さあ行きましょう。あ、なるほど、ほら消火。おお、大丈夫か、大丈夫か。お、助かってありがとう。おう、大丈夫、心配すんな。ああ、すんげえダメージ。おいしゃ。あ、そっか、拡散とかできねえんだ。あれだから、消火器だから。うわ、きついな。大丈夫ですか。よいしょ。いって、なんで俺がこんな目に。俺もだよ、同じ今回は。よいしゃ、よし、あと一人か。ほら、もうす、あ、消火結構強いな。あ、リポ D がある。よしよしよし。あなた最高よ、ありがとう。おお、もう先にリポ D、リポ D。さあ、どんどん。おお、危ねえ危ねえ。どんどん行きますぞ。あ、危ない危ない危ない。これ、難しいな。あ、なんだよ、あの八つ頭みてえなの。おいおいおい。どうなってんだあれ。あ、消火器回収しながら行かねえとダメ。あ、あとあそこか。はいはいはい。おい、今行きますよ。ちょっと待ってね。はいはい、大丈夫ですか。はい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 。なんで俺がこんな目に。いや、本当ですよ。あ、なんとかクリアしました。緊急でしたけど、特にね、焦ることもなくって感じですね今。うわー、なんだこれ。ああ、崩れやがった。どうしたらいいんだこれは。ああ、こっちから行けねえってやつか。どうしたらいいんだこの場合は。ああ、なんか火が。うわー、落石もしてる。落石だ、落盤か。はい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 。ほら、ああ。いや、結構これダメージでかいぞ。
なんで、あれか、消防服着てねえからか。ああ。よっしゃ。すぐ、あ、ここに緊急。よいしょ。ああ、なるほどね。ああ、やべえ、やべえ、うわこれ、思った以上に難しいかも。という夢を見ました。ああ、なんかヒヤヒヤしますね。はい、撮り直しておりますっていうか、カットしております。死にまくっちゃったもんでね。はい、もうちょっとね、今回はカットをして進めています。ちょっとあまりに長くなりすぎ、もうあまりにこう死にすぎちゃって、どうしようもなかったんでカットして続けております。許してください。いや、なかなかね、難しいですよ、このステージ。いつも着てるあの消防服がどれだけ優秀かっていうことが分かった次第でございます。ほら、ほんと消えないっすね。ほら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 、待て、これ怖えな、ほんとに。でもこんなに消火剤撒いて白くなんないのかな。先にここら辺処分しよう。よし、この辺まで処分すりゃいいか。とりあえずそこにサバイバーいるんで、火の粉とかもうほんと怖えな、これ。あの拡散ができないのがほんと辛いですね。大丈夫か、来たぞブス島か。必ず来てくれると信じていて、もちろんです。ブス島はね、必ず行きますのでね。よいしょ、危ねえ危ねえ。いやー、すげえな。今度どこだ。よいしょ、はいはい、こっちから行きましょう。はい、なんかそこも、あ、うお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 う、なんだ、危ねえっつうのも。よいしょよいしょ、とりあえずもう必要なところだけ消して、もう火の粉もね、こう危ないっつの。もうほら、もうこれ、あ、大丈夫ですかおばちゃん。ええ、この奥にまだ人が。 OK ですよ、もちろん行きますとも。危ねえ危ねえ危ねえ。船の中でもまさかこんなになるとは思わなかったな。おー、また来たよこれ。もう無理せずに、わあ、もう危ねえ危ねえ、ああやべ失礼。いや、結構ねこれ怖いですよ、やってて。まあ割と今回生存者っていうかサバイバーの方がね結構頑張ってくれてはいるのであれなんですけど、結構ねやべえっすよこれ。こんなところに火つけやがって、ほんと下かよ今度。ほら、しかもね、あのやつの攻撃範囲入んないと火消せないんですよこれ。よいしょ、危ねえ危ねえ。うわ、もうちょっとやばくなった。使おう、もうあれ、まあ初めから使えって話なんですけど。危ねえ危ねえ危ねえ。はい、使います。いや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 、これ結構やべえわ。よいしょ、ほら、行きましょう行きましょう。これ消火器もし切れたとしたらやばいな、取っておかないと。これ、はい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 。この赤い火がねとにかくやべえんですよ。あれ、なんか人いる。あ、そこの奥ってことか。はいはい、行きますよ。おー、やべえぞこれ。しかも難しいな。今行きますぞ、ちょっとお待ちくだされ、もうちょっと耐えてくだされ、サバイバー。よっしゃ、もうこれ危ない日だな。もう、おお、なんか爆発して、またかよこれ、血とか言っちゃう今度はどっちから行ったらいいんだろう。よいしょ、取ったよ、ってねえか。こっちから行きましょう。急いで行きましょう。これ絶対また爆発すんだろこれ。なんとなく分かってきましたよもう。ほら、これでもう大丈夫だもん。あ、サバイバーの方も、うわら、もうこれ取れない。
諦める。あれは、あ、いた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 。ふう、危ない危ない。大丈夫ですか。ほら、またこれ来たよ。よいしょよいしょよいしょ。でも回復取っとかねえとやばそうな気もするんだよな。はい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 、今行きますよ。ちょっとやっぱり取り行こう。はいはいはい、今行きますからね。ちょっと待ってね。よいしょ、重傷にもなんないでくれ。大丈夫だからな。もうちょっとだ。おう、なんで俺がこんな目に。まだいんのかよ。 あそこに矢印出てますね。行きましょう。いや、結構このステージ難しいっすわ。よいしょ、落盤はあるわ、火はもう爆発するわ、もうなんだろう。あ、よしよし、もうちょっと。うわ、危ない危ない。よし、なんとか耐えた。これで、いや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 、すげえな。もう退路がないわ今。よし、大丈夫ですか。ブス島が来ましたぞ。大丈夫ですか。あ、ありがとう、助けてくれて。あ、ふう、クリアできた。いや、結構過酷ですねこのステージ。ずっとこんな感じなのかな、ここ。おお、ムービーだムービー。ボスじゃねえよな。まさかとは思うけど。シャンデリア落ち。これボスだよな、どう考えてもな。うわー、マジかよ。何デプスパパなんとかって書いてあるけど、なんかボス名前なんですよね、それぐらい。危ない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 。ちょっと待ってっつーの、今回生身なんだからよ。ちょっと救援もいねえんだから。あー、消火器なくなっちゃったよ。はい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 。なんか、あー違う、びっくりした。うん、なんかあるぞ。ちょなんかあるぞ、こんなか。ちょっと待て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 。消火器を手に入れたけど、なんかあんのかな。あ、ドア、よし。あ、入れた。なんかね、さっきにチラッとバッグが見えたんですよ、なんか。あ、へえ、いいじゃないですか、ここ。斧もあるし、うん、サバイバーにはちょっと頑張ってもらって。よしよしよし。あ、こっちで行けるか。すげえ、さすがアメリカの船。よいしょ。なんかこっちの、こう蹴りはできるんだよね、これ。よしよしよし。おお、危ねえな、おい。なんかバッグ拾ったけど、これなんか意味あんのかな。こっち側にもドアあるんですよ、これ。なんかあんのかな。よいしょ。なんか出てくるかな。何も出てこねえ。よっしゃ、とりあえず整ったぞ、これで。んー、なんか嫌な光が出てる。あ、そういうこと。ちょっと待ってよ待ってよ、ちょっと待て待て待て。よし、これで。よし、落ち着けよブス島、今回は落ち着け。行くぜ。あ、なんか光出てる光出てる光出てる。だからもう、なんなんどの距離から。あ、この距離大丈夫か。危ねえ危ねえ危ねえ。もういつものあれですね、根性合戦ね、ですよ、もう。ほら、もう物欲に、物欲じゃねえや、もうアイテムに物を言わせていきますわ、もう。ほら、行くぜ。これが物島式消火じゃ。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、避けれた。なんか知んないけど避けれた。ラッキー。おらー、おー、よくわかんないけど、とりあえずなんか行き、あ、やべやべやべ。ブス島式消火は気合です、すべて。おらー、どっちかが死ぬか。あー、やべや、危ねえ、マジで。おらー、お、
ブス島式消化の勝利です勝ちましたよ。まさかこんなんでボスやるとは思わなかったな。いやー大丈夫ですか。お、女性の方ですね。あ、よかった。はあ、なんとかすんなりクリアできましたね。まだ続くのかな船。おお、いやあ、応援は、相棒来てくれたか。エミリーの言ったことが本当なら連続放火の可能性もある。いや放火はね本当許せませんね、ブス島的には。あ、こいつあの危ねえやつじゃん、こいつ。いや、あ、ステージクリアだ。あ、この BGM は、あー、なんとか一発でクリアできましたね、船よかった。おー、救助者全員を無傷で、まああれですけどね、セーブっていうかコンティニューはしちゃいましたけど、はい、ということでですね、船編とりあえずなんとかクリアできたみたいなので、とりあえずキリがいいのでここで動画を止めさせていただきます。いや今回はね特に変な叫びもなくできたと思いますので、いやまたねよろしかったらご視聴してみてご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。ブス島でした。それでは失礼いたします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。